展開したシーンというのはこのコーナーキックのシーンでした。前田が出てワンタッチ目で決めていったコーナーキック、1点を返していって1点差に追いついた。さあ今度のコーナーキックは向こうサイドからのキック、ここも相原が蹴る。今度は向こうサイドインスイングのボールになっていきます。中央に前田がいる。ここもターゲットになるか。後ろから山口が蹴る、折り返してここも前田決めていった。これも前田が決めていった。すごい、なんていうんですかね、体勢からのシュートでしたね。これで追いついた FC 岐阜2対2。ここも決めていった。もう一度ご覧いただきましょう。設定、はい、山口のここをよく、ね、折り返しましたよね。そうなんですよね。2得点とも前田です。